初代順断尺、アーサー・ピアソン・ピアソン順断尺は、イギリスの順断尺位。いずれも、ピアソン製のものに、授与されている。過去に、イギリス全土で3回創設されており、すべて連合王国の順断尺くらいである。2010年現在、そのうち2つが存続している。サセックス州ーパードックハーストのピアソン順断尺は、 ウィートマン・ピアソンが1894年6月26日に連合王国順断尺いとしてョ位されたことに始まる。1910年にカウドレー断尺の称号を得たため順断尺位は統合された。この創設についての詳細はカウドレー死尺を参照のこと。ロンドン終戦とダンスタンズのピアソン順断尺は新聞出版社。 アーサー・ピアソンが1916年7月12日に連合王国順弾尺くらいとして授けられたことを講師とする。初代順弾尺は、デイリーエクスプレスの創始者である。その息子である二代順弾尺、ネビル・ピアソンが1982年に死去すると、この順弾尺位は廃絶した。ランカスター・オーケン・ハクリョ・グレッシンガムのピアソン、順弾尺は、 クリザーロー選挙区選出の保守党所属庶民院議員、フランシス・ピアソンが1964年12月30日に連合王国順弾尺くらいとして上されたことを発端とする。2021年現在は1991年にその後を襲った息子の2代順弾尺がこの順弾尺位を保持している。順弾尺位は尺位と異なり、順弾尺という肩書きだけ与えられる。 他の順番尺くらいと区別する必要がある場合にのみ、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別する。ありがとうございます。